前野陽子は日本の歌手である。ペドロ&カプリシャスの初代ボーカルである。宝塚歌劇団在籍中の芸名は由美千秋、その後の初期芸名は西岡由里。1980年前後の時期、俳優として劇場用映画、テレビ映画に出演した。初めてのリサイタル1月25日、東京都中央区銀座に生まれる。1963年4月、川村高等学校に進学するも、満17歳になった1965年、同校を中途退学し、宝塚音楽学校に進む。1967年、第53期生として、宝塚歌劇団へ入団、同年の星組公演、世界は一つが、初舞台公演の演目であった。同期は54名、室町茜や小松美穂がおり、前野の当時の芸名は、由美千秋。1968年10月30日付で、同劇団を退団した。宝塚時代に知り合った、亀渕ゆかとディスコ、赤坂無限で再会して、上野よしみがプロデュースしていたリッキー&960ポンドに参加、翌1969年、ワッハッハがヒットを記録する。この頃は、西岡由里と名乗る。1971年、同グループと同じ事務所に所属するペドロ&カプリシャスに、ボーカルとして参加、同年10月発売の別れの朝が大ヒットを記録する。同作の原曲は、ウド・ヨルゲンスの夕張の二人である。1972年9月、ペドロの前野陽子が倒れたと報道される。1973年、ペドロ&カプリシャスを脱退し、渡米、半年弱の滞在後帰国し、本、村、敏夫をリーダーとするバンドマスカレードにて、歌手活動を再開後、1976年に、古巣のリッキー&960ポンドに復帰する。1977年9月、リッキー&960ポンドとアルバム、アブロッサムを録音。別れの朝は3バージョンが存在するが、このアルバムに収録されたものが最高の出来との評価もある。同グループに3年間所属した後、再び脱退する。1979年に映画、ソエル金堂の主題歌、ソエル金堂のテーマをリリース。この時、前野陽子が6年ぶりにカムバックと報道されたが、カプリシャスだった以降の経歴が考慮されていない。1980年映画野獣しすべしに出演。1980年代初期には自己のバンドASANTE-SANAを組リサイタルも行った。1982年から始まったテレビアニメスペースコブラのテーマ曲を歌う。同時期、都内の病院に入院し、闘病を開始したとされる。次第にアルコール依存症等が深刻化し、1988年7月31日、心不全で死去した。満40歳没。訃報については、リアルタイムに報道されることなく、3年後に女性自身1991年4月23日号が初めて報じた。2015年4月18日第1回のファンの集いが開かれた。ペドロ&カプリシャスは、ペドロ&カプリシャス作品を参照。シングルアルバム特筆以外はいずれも出演である。ありがとうございます。